こんにちは、アラサー夫婦です。今回は一生保有できる王道の高配当株8選というテーマでお伝えしていきます。毎月数万円でも配当金もらえたらいいのにな、でもどんな銘柄に投資したらいいのか悩むっていう方多いはずです。そんな方におすすめの書籍がこちら、年間100万円の配当金が入ってくる最高の株式投資。著者は配当太郎さん。ツイッターのフォロワーが9万人もいるインフルエンサーです。学生時代から株式投資を始め、リーマンショックを機に配当株投資に目覚める、保有株の9割は増配銘柄という方です。先日この書籍の中から配当株投資の魅力と弱点についてご紹介しました。配当金こそ株式投資の主産物というパンチラインをサムネにした動画です。こちらもぜひご覧ください。ただ実はこの動画で紹介したのは書籍のほんの数ページ分です。書籍は全7章あるんですが、今回はその中から第4章の一生持ち続けることができる王道の配当銘柄、こちらをご紹介していきます。この株だけで OK と断言できるほど著者が自信を持っている銘柄なので、一緒に確認していきましょう。今回の動画では配当太郎さんが選ぶ王道の配当銘柄8選とこの8銘柄を選ぶ理由を解説します。動画を見れば銘柄だけでなく、なぜこの8銘柄なのかしっかり腹落ちして理解できます。ぜひ最後までご覧ください。では早速見ていきましょう。まずは王道の配当銘柄8選。もったいぶらずに先に王道の8銘柄をご紹介します。まず一つ目は証券コード8306、三菱 UFJ フィナンシャルグループです。利回り 3.7%、 配当成功 31.2%、 国内最大の金融グループです。二つ目は8316、三井住友フィナンシャルグループです。利回り 4.1%、 配当成功 40.7%、 収益額は三菱 UFJ に劣るものの、稼ぐ力は国内トップ10に入ります。3つ目は8058、三菱商事です。利回り 3.9%、 先日の決算でも配当金を180円から200円に増配と自社株買いの発表をしていましたね。株価も5000円超えました。配当成功は 21.8%、 実質日本トップの総合商社です。4つ目は8001、伊藤忠商事です。利回り 3.4%、こちらも先日140円から160円へ増配を発表していました。配当成功 25.5%、 非資源分野に強みがあって他の商社と比べて資源価格の影響を受けにくいという特徴があります。5つ目は8766、東京海上ホールディングスです。利回り 3.6%、 配当成功 41.1%、 損害保険で日本トップの企業です。生命保険や海外保険も展開中です。6つ目は9432、日本電信電話 NTT です。利回り 2.8%、配当成功 34.5%、通信キャリアのシェアナンバーワンの企業です。7つ目が9433、KDDI です。利回り 3.2%、配当成功 41.2%、21年連続増配予定です。最後8つ目が9434、ソフトバンクです。利回り 5.6%、 配当成功 78.2% と、どちらもこの8銘柄の中で一番高いです。配当方針として総還元成功 85% を掲げているので、方針通り配当成功も高くなっています。今後の方針にも注目ですね。以上が王道の配当銘柄8選です。まさに日本を代表する大企業です。皆さんも一度だけではなく何十回も聞いたことがある企業なはずです。なんなら一つぐらいはすでに投資している方もいらっしゃるでしょう。ちなみに私たちは全部保有しています。本読みながら嬉しくなっちゃいましたね。では次にこの8銘柄を選ぶ理由をご紹介していきます。ここからがめちゃくちゃ重要な部分です。まず銘柄選びで重要なのは参入障壁の高い企業であること、これが大事なんですね。参入障壁が高いというのは、その業界に新規参入したいと考えている企業にとって
何らかの参入の妨げになるような、大きな障害が立ちふさがっている、こんな状態を指します。参入障壁が高ければ、毎年安定的に利益を生み出せます。そしてその一部を配当金として継続的に株主に還元できます。参入障壁の要因は3つあります。1つ目は既存企業に優位性がある。どんな優位性かというと、例えば規模の経済です。具体的には大量生産できれば低コストで商品を作れるとか、こういったことですね。他にはブランド力。フェラーリの車やアップルの作る iPhone なんかはまさにブランドですよね。あとは技術力。シンプルに技術力が高ければ他社が真似できないですよね。二つ目は法律的な規制がある。三つ目は著しく商品の差別化が図られている。こういったものが参入障壁の要因にはあります。こういった特徴があり、参入障壁が高い業界は4つあると著者は言います。まず、銀行、金融、商社、保険、通信キャリア、この4つです。この業界の中の企業っていうのは、もうそもそも参入障壁が高くて、利益を安定的に出しやすいんですね。なので、この業種から最も利益を上げている企業を選べばいいんです。業界の第1位には圧倒的な強みがあって、第2位にはそのトップを追いかけるだけの実力があるということです。先ほどの8銘柄を見てみると、まさに銀行、商社、保険のトップ1位、2位です。保険に関しては現状東京海上ホールディングスがダントツ1位なので1銘柄のみ選ばれています。通信キャリアに関しては、それぞれがだいたいシェア3割程度ずつあるので、第3位のソフトバンクまで含めています。これらの企業は、有名な大企業だから稼げているわけではなく、安定的に稼ぐ力があるからこそ、有名な大企業になってるんです。これが配当株投資を成功に導くための王道の道筋だと著者は語っています。その上で、これらの企業には、一つの共通点があります。皆さん、なんだかわかりますか？基本的にはこれらの企業、ストック型のビジネスなんです。ストック型ビジネスというのは、一度契約したら終わるまで継続して対価が得られるビジネスモデルです。先にお金が入ってきて、その後に商品やサービスを提供します。なので、利益率が高くて、次のビジネスも始めやすいんですね。すぐ手元にお金が入ってくるので、そのお金を使って新しい事業も始めやすいということですね。商社や保険の場合で見てみると、商社っていうのは必ずしもストック型ビジネスのカテゴリーには入りませんが、先に商品やサービスを作らないとか、在庫を抱えないとかっていう強みもあります。何より世界各国で地下資源の権益を所有する商社特有の権益ビジネス、これが一番の強みですね。保険事業は、あの投資の神様、ウォーレン・バフェットもバークシャーで保険事業をしていますね。それだけ魅力のあるビジネスモデルということです。最初にお金を集めてサービスを提供するのはその後からです。もしくは何も起こらないっていう可能性もあります。その間、保険料を使って稼ぐことができます。ここまで聞いて、もしかすると、今から大型株に投資しても伸びしろが期待できないんじゃないって思う方もいらっしゃるでしょう。確かにここまで大きくなってくるとこれからの成長を期待しにくい感じ若干しますよね。ただ著者は日本を代表するような企業の方が安定的に配当金を分配していると言います。KDDI の場合現在配当金を21年連続増配予定です。一株あたり135円まで増やしています。そして EPS、一株利益も毎年順調に伸びており、現在303円です。現在のように利益を積み重ねていき、EPS が400円前後になれば、配当金は200円を超える可能性もあります。利益増加、増配もすれば、株価も合わせて上昇するでしょう。KDDI のような大型株も十分買う価値があるんです。加えて大企業には大企業ならではの社会的な責任が伴います。企業は毎年決算予想を発表しますが、この実現に懸命に取り組みます。
これを実現できないことは経営トップからすると恥なんですね。これは中小企業にはあまり見られない大企業特有の意識です。なので、まず最初は大型株でポートフォリオのベースを築きましょう。その上で自分の好きな企業や気になる企業に投資していくことが書籍ではおすすめされています。大型株で盤石な体制を整えることが重要なんです。具体的にはこんな感じです。最強のポートフォリオということで、ベースに今回ご紹介した大型株、その次に個人投資家からも人気のオリックスや JT など、そして最後に中小型株です。もし中小型株に投資をするなら、歴史のあるニッチな強みを持った企業、時代の流れに合った企業、生活の中から気になった企業、こういった視点で銘柄を選んでいくのもいいでしょう。当然これらへの投資は大型株よりリスクが高くなるので、大型株から得られた配当金を原資に投資していくことをお勧めされていました。これなら大きな痛手を負わずにチャレンジできますもんね。今回は配当太郎さんの著書から一生保有できる王道の配当銘柄8選とその理由をご紹介しました。ぜひこれから高配当株投資を始める方は参考にしてみてください。書籍では他にも配当金年間100万円までの3ステップや配当株の買うタイミング、注目の15銘柄など内容盛りだくさんです。ぜひ興味のある方は読んでみてください。ちなみにアラサー夫婦の YouTube でもこれまで高配当株に関する情報を無料で発信しています。こちらもぜひ。最後に配当株投資におすすめの無料アプリが誕生しました。こちらムームーという金融情報アプリでは米国株や日本株も含めた様々な情報を見ることができます。すでに世界200カ国と地域1900万人以上に使われている超人気アプリです。しかも現在、アラサー夫婦の視聴者限定の特別キャンペーンも開催中です。アプリで実際に VYM と検索してみると、株価、利回りはもちろんのこと、配当実績やセクター比率、組入れ銘柄まで確認できます。他にもヒートマップが見れたりと、いろんな機能があり、上級者も満足するレベルの機能が備わっています。現在アプリをダウンロードするだけで、Amazon ギフト券200円分がもらえます。ぜひこの機会に使ってみてください。完全無料なのでご安心くださいね。ただ、アラサー夫婦の概要欄のリンク経由じゃないと Amazon ギフト券もらえないのでご注意ください。詳しい機能やおすすめの活用方法についてはブログでもご紹介しているので参考にしてみてください。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。